皆さんこんにちは。やすちゃんも無事に復活した。2022年大晦日の野々ガーデンです。家の大掃除は半端に、ガーデンの締め作業にやってきました。長らく待ったハワイアンローゼルの種がやっと弾けていたので、ヤスちゃんがビスコのカンカンに集めています。半年以上このガーデンで過ごしたこの子にも一言、2022年お疲れ様でした。前回透明カップサウナになってしまった草花たち、下の方を少し開けることにしてみました。今日も不織布かぶせを行っていくので、どこに何があるか忘れないために名札を挿していきます。ヤスちゃんが購入時のパッケージをそのまま挿していたので入れ替えます。ついでにちょっと草むしり。こぼれ種から出た芽なのか違うのかわからないことも多くて、その都度ヤスちゃんを呼びつけて聞いています。2022年草むしり締めです。先日時間オーバーでできなかった不織布かぶせも今年のうちに終わらせます。少しは霜や寒さから守ってくれるでしょうか。2月末頃までこの景色が続きそうです。このみすぼらしい竹ほうきも今年でほうき人生引退でしょうか。でも細かいところを履くには便利そう。もう少しここで活躍しそうですね。今年は本当にほぼ毎週末ガーデンに来ては開拓に励んでいました。ガーデンのおかげで心も体も元気に過ごせたと思います。1週間ずつに変化する草花の姿が楽しみでした。また2023年にはどのような景色を見せてくれるのか、今からすでに楽しみです。この野々ガーデンチャンネルを見つけてくださって、見てくださった皆様にも本当にありがとうございました。